さあ皆様、大変長らくお待たせをいたしました。 AKB48 チーム8ライブが間もなくでございます。さあ、そのライブの前に、そのガールズトーク、これからお送りいたします。そちらでお楽しみいただきます。はい、番組でもおなじみになっています、三浦千晶さん、山本瑠香さん、そして和歌山トヨペット久保さんです。それではご登場いただきましょう。拍手でお迎えください。お願いします。お願いします。ルカのラジオでスマイル。こんにちは。お願いします。すごい。めっちゃいっぱいですね。嬉しい。ありがとうございます。自己紹介をさせていただきます。せーの、イルカと言ったらルーカと言ったらイルカ、みかんと梅干しの産地、和歌山県出身の山本ルカ18歳です。よよ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 ろしくね、お願いします。じゃあ、せっかくなんで私も自己紹介をさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。厳しいダメ。もう一回いきますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。和歌山放送ワイラパーソナリティの三浦千晶です。よろしくお願いします。そしてそしてそして、はい、皆さんこんにちは、和歌山トヨペットの久保です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のうちわを持ってる方もいらっしゃいますし、もちろんルカちゃんのね、ありがとうございます、うちわを持ってる方も多いですけども、ルカちゃん、はい、ものすごい人だね。ですね、本当に、ね、端から端までたくさんの方が来てくださって嬉しいです、ね、みんなどこから来てるかちょっと気になるよね、ルカちゃん。気になります。聞いてみようか。はい、ね、じゃあ一番遠い自信がある人。4人ぐらい。じゃあ白のパーカー。アゼルバイジャン。どういうこと？海外の方ですかね。冗談。じゃあ北海道から来たという方はいないですね。去年ねいたんだよね。あ、いましたね。いないですね。あ、でもね、これだけたくさん人が集まってくれて、和歌山以外の県からもね、来てくださる方が多くて、いやね、このステージから見るといろんなところまで見えるなという感じがするんですけども、はい、見えてます、ね。もうね、あそこにすっごいかっこいい車がね2台並んでるんですよね、久保さん。はい、あの皆様後ろ後方をご覧ください。和歌山トヨペットのブースがございます。ね、数多くの方来てくださってたのでありがとうございます。まだしばらく飾ってるのでよかったら、ハリアとタンク飾ってます。ね、ぜひね見ていっていただきたいと思いますし、はい、お願いします。あと、あのルクールという冊子もありまして、はい、そこにね、このルカラジの収録風景の様子だったり、あとはルカちゃんの写真もあったりするんだよね。載ってました、掲載されてました、ね、最後のページに、うん、ね、ぜひチェックしてみてください。見てみていただきたいと思います。はい、お願いします。ね、あのいつもはねこのルカラジの女子会トークなんですけども、はい、3人でね、うん、いろんな楽しい話をするわけなんですけども、はい、今日はなんとスーパースペシャルな助っ人がね、もう急遽、すごい、なんか来てくれてるとかって。本当ですか。誰だろうね、ルカちゃん。誰だろう、誰か分かる。分からないです。誰だろうね。え、皆さん誰か分かりますか。分かる。分かんない。どうしよう、じゃあ呼んじゃう。呼んじゃいましょう。はい、じゃあスーパースペシャルな助っ人の皆さんお願いします。どうぞ。じゃあキャッチフレーズいきます。ゆうがさき、みーがさき、せーの、みさき。ありがとうございます。長崎県から来ました18歳のみさきこと寺田みさきです。よろしくお願いします。みさき。そしてそして、はい、せーの、
シュッシュシュッシュミンミンパ。岐阜県代表17歳の服部優奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、さっき実はあの5人で写真を撮ったんですけども久保さん、はい、ちょっとね、なんだろう、このスタイルの良さとか顔の、ね、小さくてね、もうびっくりしちゃった。ほんとね、現代っ子のもうほんま宝ですね。ほんとだよね。ほんとにね、そんな感じもしますけども、さあせっかくね今日は AKB48 チーム8のこの3人が集まってくれたということで、今日も女子会トークいろんなお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと私気になるんですけども、はい、まあ、久保さんとリカちゃんと私いつもね3人で収録をしていて、はい、まあ、リカちゃんのねいろんなことを私たちは知ってますけども、寺田美咲希と服部優奈ちゃん、はいはい、2人が知るリカちゃんの、実はリカちゃんこんな女の子なんだよみたいなお話ってなんかあるかな。すごいで、こうやって意外と清楚系に見えて、清楚だよね。いや、違うんですよ。実は腹黒い。そういうことじゃない。よかったよかった。すごいうるさいんですよね。うるさい。ホテルの部屋とかでも、か行動がうるさいというか。どういうことどういうこと。動きが激しいみたいな。なんか急に踊り出したりとか。あ、そういう一面もあるんだ。はい。美咲どう？なんか、本当にずっと思ってるのは、くしゃみするときにすっごい余韻がすごいんですね。くしゃみの余韻がすごくて、なんかでかいし行動もでかいし、なんかくしゃみの余韻、そう、なんか人と違うんですよね。そう、なんかくしゃみについてはもうめっちゃ思いっきりしないと気が済まないタイプで、もうビクシャーみたいな、くしゃみやーやーやーみたいな、あれそう気が済まないんです、そう、へー、久保さんはどう？ゆかちゃん意外なのですか？そうそうそう、まあ、いっぱいあるんですけど、いっぱいよね、いっぱいよね。こんな風に可愛くて踊れるけど勉強もできるっていう、あーねー、もうそこがねポイント高いよね。ポイント高いです。あざまーす。褒めといたです。あざまーす。あざまーす。あざまーす。え、ちなみに私が知るリュカちゃんなんですけども、はい、リュカのラジオでスマイルという番組をね、はい、やってますけども、はい、皆さん本当にね全国各地からたくさんたくさんメッセージが届くんですよ。番組でご紹介しているのは本当にごくわずかなんですけども、リュカちゃん実は皆さんから届いているメッセージ一つ一つ丁寧にちゃんと読んでます。ありがとうございます。褒めてくださってありがとうございます。そうなんです。なんかあまり採用されないやつも何枚かあるので、それを見ときたいなって思って、どんな方が送ってくれてるんやろうとかも気になるし、なんで千秋さんがいつも持ってきてくださるから収録の時にチェックしてます。そう。ちなみに今日お集まりの皆さんの中で、ルカのラジオでスマイルにメッセージを送ったことがあるという方、挙手でお願いします。あ、おお、少ないなあれれれれ、じゃあ少ないな、ちょっとね聞いたことがあるよという方お願いします。あー、まあまあ、さっきよりはマシやけど、そうね、まあでもこれからもね、絶対聞いてくださいよ、お願いしますよ、ね、お願いします。さあということで今日はですね、皆さんから寄せていただきましたメッセージの中からいくつかをですねちょっとピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい、まずはのぐちゃんさんからいただきましたメッセージです。おお、ありがとうございます。 AKB48 チーム8の皆さんは普段何を着て寝ていますか？なんか、いや、すごい、どういうことですか？プライベートな話で急に、みんな気になりますよね。気になりますか？え、ちなみに久保さんは何を着て寝てるんですか？久保さんは普通にパジャマ着て寝てます。あ、面のパジャマ。ちょっとね、高級さをアピールしました。3人はどうかな。私アイドルだからさ、すごいね。そうね、ふわふわもこもこのと言いたいところなんですけど、私は本当にすごい2000円の安いパーカーだったり、島村というブランドで買ったズボンは、もう毛玉だらけのズボンを履いて寝ております。そうですか。はい、美咲どうですか？これ言っちゃっていいのかわかんないんですけど、ファンの方からこういろんなメンバーの生誕 T シャツもらうんですね。
ちょっとそれをパジャマにしちゃって、いいことですよ、ね、いいことですよ、ね、そう、だから毎日いろんな人の生誕 T シャツ着て、あ、もう日替わりな感じで、はい、もうファンの皆さんの愛をね感じながら夢の中でね、いつも過ごしてらっしゃるんですよねさあ、ルカルカどうですか。いや、私も実は着古したレッスン着をパジャマとして着てます。実はなんか3人ともね、久保さんちょっと夢がない。なんか私的にはこうテラピケとかのふわふわの、ね、そう、なんかこのピンク色とか、そうそうそう、でクマちゃんと一緒に寝てますみたいなね、そうそうそう、なんか手伝いでこんな感じで寝てるのかなって思ったんですよ ね、なんかそうじゃないんだなと思って冬はまあジェラピケ着ます、もこもこ暖かいんで、夏は、夏はもう半袖半体、あ、学校の体操ズボン履いて寝てます。本当に次の日学校行くときめっちゃ楽なんですよ、着替えなくていいから。ゆかちゃん朝行くところなんだね。はい、はい、そんなところもあるんだ。あります。そっか、はい、ということでね、ゆかちゃんさんからのメッセージご紹介しました。じゃあもう一ついこうかな。こちら、ドリームパスポートさんからいただきました。ありがとうございます。サンタさんからもらったプレゼントで一番印象的なものは何ですか。みさき、はい、そうですね、ちょっと夢のない話になっちゃうんですけどまたですか。なんですか。本当私のお家ってなんかサンタさんいないんですよね。いや、なんかいるんですけどもうあの正体分かっちゃってて自分だから、しかもなんかプレゼントが一番記憶に残ってるのが、なんかだいぶ前にあの AKB がなんかコンビニとなんかコラボして、なんかお菓子の詰め合わせ、なんか長靴みたいな形をしたやつにお菓子の詰め合わせが入ってる、その AKB のやつがあって、もともと AKB 好きだったのでちっちゃい頃から、だからそのお菓子の詰め合わせが部屋に置いてあるっていうのがありました。その直接渡されるタイプじゃなくて、私が寝てる時に置いてくれるんだけど、なのに招待知ってる。でも音がしちゃうから、音がすぐ起きちゃうから、それは致命傷やな。だからそこで起きるのもちょっと申し訳ないかなと思って一応寝たふりして、えらい、だから一応まだ親にはそのこと言ってないんです。言ってないんですけど、いい子やね。そっか、りゅかちゃんちなみに何かな、思い出のプレゼントは。思い出に残ってるのは、あの一時私たちが小学校の時にめっちゃはやってたローラーシューズですね。このかかとの部分にローラーがついてて、こうやって滑れるやつ。あ、それはサンタさんがプレゼントしてくれたんだ、はい、嬉しいね。服部ゆなちゃんは何かな。私小学校5年生の時だけ2回2日来たことがあって、サンタさん。おで、もうクリスマスイブからその手紙を枕元に置いてて、焼いたクッキーを置いてたんですけど、その DS のカセットが欲しかったんですけど、1日目はスノードームが来て、おいや使わないなと思っていや、スノードーム見ても何とも思わなかった年だったのでと思って、でももう来ないのかと思って、でももう1日その手紙とクッキーを置いたままだったんですけど、そしたら次の日の朝 DS のカセットと、しかも頼んでない DS が届いて、サンタさん太っ腹だなと思いました。太っ腹ですね、はい。まあ、きっと今年もね、3人には素敵なサンタさんがね、いろんなプレゼントをしてくれるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、楽しみですよね。楽しみすぎますね。さあ、ということでね、時間もやってきましたけども、ルカちゃん最後に、はい、今日集まってくれた皆さんに何かメッセージとかありますか。はい、今日は寒い中こんなに集まっていただきありがとうございます。この後私たち3人でパフォーマンスさせていただくので、たくさんお写真撮ってSNS で拡散してもらったりすると嬉しいです。ぜひこの後のライブ楽しんでってください。はい、ありがとうございます。ということで5人の女子会トークでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。土曜日のワイラよりルカのラジオでスマイル三浦